やだ。いや、G 反撃してくるんだけど。飛ぶじゃん。え、飛ぶしさ、あれだよ。G ってね、あのね、キャーって言ったら、あの走ってくるんだよ、こっちに。G 最強説。やだなぁ。G 嫌だね。いや、それな、ってかもう虫一匹でも出たら引っ越すわ、さすがに。本当に。え、そうだよ、こいつは俺より下だって思ったら、サカ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 サって向かってくんの。いやいや、強いし。強いけど、弱い。噛んだりしないじゃん。やだー、見た目が反撃じゃん、だって。見た目が反撃だよ。そうそうそう。で、飛んだ時に、なんか危機感感じすぎて、羽が開くらしい、G は。そう。うわ、いいな。数えるほどしか。いいな。いいな。めっちゃいいじゃん。うわ、向かってこないんだ。うわ、レナは向かってくる派だわ、G。え？ G 追ってもさ、え、なになに？ G の、G 放置すんの？嘘。俺って飛べるんだってなるらしい、ほんとに。そうだよ、レナに聞いたんだよ。やばい。はぁ。やだ、眠い。G 放置すんの？嘘でしょ。みんなダメだよ、それは。愛されてないよ、やめて。やだな、その言い方。食べれないよ。マジックに、何それ。焼き鳥屋にも焼肉屋にも G はいました。いました。一回寝た方が眠いっていう。でも結構寝たんだよね、多分。4時間ぐらいは寝たよ。4時間5時間は寝た。スマホ落ちたら、あかんものマジでなさすぎて。ないね。ない、この部屋マジ何にもない。でもマジでさ、ワイヤリー寝てるじゃん。あのね、なんだっけ、マジで、あの、なんだっけマジで、寒い、普通に言うこと忘れた。なんだっけなんだっけ、言うこと忘れちゃった。なんだっけおはよう。花がまず何時まで配信したか覚えてないんだよね。中から見てなかったから。
あ、そうそう、マジレナってさ、寝落ちしたらっていうか超眠い時、携帯思いっきり 手から離しちゃうの、バッて。だからあれやばいんだよね。いや、この状態可愛くないでしょ。11時前に終わってた。あ、じゃあ11時ぐらいかな、寝たの。そう、急に力が全部抜けちゃうの、脱力です。目で食べた。わらじ虫って何、やだ、なんか誰、かわいくんって誰。フレンチトースト作らない、パンない、牛乳もない、お砂糖もない、何にもないから作れない。一つもないんじゃない、材料。卵が一個、でも4時だもん。5時間寝た。わかんない。え、でも11時、え、お母さんから何時に電話あったっけ。その時はもう怪しかったから、朝は起きないからご飯食べない。キモい、丸まらないダンゴムシってやだ。胡椒買おう、本当に。胡椒と何買おう。おはよう、ありがとう。砂糖だ、それだ。胡椒と砂糖とみりんはいらないね。賞味。そう、プレゼントダメだね、食べ物は。すごい楽しかったかな、カズマカハリのトーク会。買って買って会おうぜ。料理酒もいらない。料理酒多分買えないと思う、未成年は。日本酒とかだよね、味噌ないけどいらない。ビーパーあったら楽だよね。あー、砂糖代わりに。もう仮でもに買ってもらう。二十歳に見えないでしょ。夢の国行かない、次の日お仕事です。いや、今回よりみんな来てくれそうなの。いや、わかんない。てか今週の幕張本当にやばいと思う。レナ握手も、本田氏いる、いらなくない。いるの？え、嘘、いる？マジ？いんの？何に入れんの？みんな。何に入れるんだろう。いや、マジ、アウトオブとか全然ね、もうあれだよ。全然って感じだと思うけど。いや、もう別になんか滑走路でもいいかなって感じ、心配ないかも。成人式の着物なんて全然決めてない、っていうか決めないでいいと思う、思ってる派、決めないでいいと思ってる派です。多分地元でできないから。
和風だし、ほんだし味噌汁とか作んないもん。雑煮も作んない。めんつゆいらなくない？めんつゆは確かにあってもまあ、いやでもいらないね。この幕張乗り切ったらそれ以上の滑走路はないかな。七味と生姜とわさび全部いらないよ。生姜でもいるかも。生姜焼きとかできるしね。でもチューブでいいよね。滑走路でも逃げ出したくなるよ。あ、運転気をつけてね、気をつけてね。味噌汁は作んないかな。買ってる、あのなんだっけ、え、それな、かきやん一番言ってるよね、滑走路って言葉。ね、チューブはあったら結構楽だよね。チューブ系の調味料、生姜は調味料なのか分からへん。スタッフさんも滑走路、え、全然気まずくない、なんか笑ってた、いや笑われてんじゃんって感じだけど。仕事行ってきます。早いね、ほんと早いね。まだ5時台だよ。気をつけてね、寒いし。いってらっしゃい。滑走路マジ言い過ぎなんだけど。ちょ無理、眠い、ああ。いやさ、マジそれ寒い。え、ココミンとサータンにレナって挟まれてんの？レン、え、挟まれてんの？嘘でしょ、本当に？え、もう出てんの？もう出てるっていうかさ、え、全部一緒じゃないの大体。あ、公演応募してみた？当たったらいいね。え、トーク会と握手のレーンってさ、変わるの？幕張で。あと競いになっちゃったらダメじゃん、鳥好きなのに。おはよう界隈。え、そうなの、エレナって夜じゃないの？7部とか9部じゃないんだ。え、あれってさ、名古屋だけなの？愛知スカイエキスポだけ？幕張はまたレーン変わるんだ。え、知らないけど。あとギリギリまでね、かわしたらしいよ。部は変わらないよ、変わるで。どっち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 、やだみんな、どっちだよ、教えて。カソルが気にすぎじゃない？確かに、なんか正直あんまでも気にしてないかも。まあ仕方ないよねみたいなスタンスでいいかな。レーンは変わる、部は変わらん。あー、はい、え、部は変わらないならさ、レナってココミとサータに挟まれることってないよね多分。レーンどうなんだろう、レーン変わるかな。詳細まだ出てないんだ。あれ、今日金曜日だっけ。じゃあ今日かな。
今日しかないよね、そら今日金曜日なら。レーンはね、レーン変わってもサラとはちょっとなることないよね、部が全く違うから。画面死んでる。レーンあるだけまだマシやん、なかったいじめじゃん。研究生活それが普通なんや。普通をくす覆さないと、やっぱり。普通を覆さないといけないと思います、私は。なんか他のメンバーを見てない、先輩たちのことも全然見てないし、だから分かんないんだよね全然。確かに苦労しないね。いいこと言うじゃん。嘘。そうだった。まあ、レネリはいたよでも。おはよう。鼻ほじんな。滑走路ないと飛行機飛べないね、確かにね。寒いよね、だって布団にいて暖房ついてて、布団のあったかいの透けてても寒いもの。痛い背中が。寒いんだ、寒いんだ、やだな。夕方はどう？家出るの夕方なんだよね今日。痛ただただだ、お尻痛。冗談の文字やばいじゃん。え、マジやだ。気楽？気楽すぎてさ、滑走路すぎたら嫌じゃない？59%。受付のお姉さんとても可愛かったんだ。明日雨、幕張。まあ朝の方が寒いよね、それ夜より。いやでもどうなんだろう、まあ朝早朝がこの時間ぐらいがほんと一番寒いよね。いやそうなんだよ、もう変わらない事実っていう。5月ってでもツーショットだっけ、遠くあるっけ。やばい、超眠いんだけど、死ぬ。
明日雨か、マジか。明後日も雨なんだ。あ、マジ？結構雨だね。そんな雨なんだ。雨日和。はあ、風強いのかな。強いよね。でも多分海の方だから。5月あるか、まかり。ちょっと靴ショットっていつだっけ。靴ショットもあるよね。ああ、6月か。ツーショット風強い、ありがとう。11、10、あ、そっか。で、一応5月もあるのか。6時だ。みんな7時まで一旦寝ていいじゃん、1時間おやすみ、そしてさよなら。冷てえな、おい、うん、もう寝よっかな。じゃあ起きるまで寝ていいよ。あ、19時けど今日夜配信結構できるか、できると思うけど、多分なんだよね。で、遅れた、おはよう。明日何時起きなんだろう。レナもまだ分かんなくて、まだ分かんないんだよね、何時起きかは。ゆっくり寝なさい、起きたら。すみません、すみません、すみません。早いかな。まあ遅くはないよね、そら。多分。じゃあ一旦終わるか。一旦っていうか7時ぐらいにメールとか書くわ。とりあえずちょっとだけ寝る。そして、今日はね、移動じゃないの。じゃあね、おやすみ。また後で会おう。また後で会おう、みんな。また後で会おうね。また後で会いましょう。ということで、まだで。じゃあね、ありがとう、みんな入ってくれて。バイバイ。おはようだけど、バイバイ。おやすみー。ありがとう、朝から。ありがとうね。おつ、バイバーイ。